まあ、いっか、やるか。何も工藤さんやらないって言わないから。NG って、ねね、さっき聞いたんですけど。今からちょっと、いろんな人とが、入れ替わって、何曲か、1時間ぐらいちょっと、セッションをやっていきたいと思いますので、知ってる曲があったら盛り上がってくれたりすると嬉しいななんて思ったりしてる、ところでございます。一応、何喋りすぎ？いい、ね、僕がサークルのをやってましたよ、だけどそこで一応集まってるメンバーと、メンバーとやりますよっていうような流れでやってます。それの、まあ、発表会の場所を、はい、この MOF フェスで入れますよっていう形で、知らなかったよね。はい、ね、ありがとうございます。悔しい思ってますいい、ね、ここでしか会話しないと残念ながら、ね、そうですね。なので OK ですか？じゃあ、はい、やりますか。はい、じゃあすいません、全くちょっと初めての、はい、セッションということで初めて、まあまあ、はい、さっきのね、あの M ファクトリーさんのギタリストと、はい、僕が最初ポットイズホットのリズム隊と、はい、あ、ボーカルの方ですね。はい、ボーカルの方です。全然違う曲やるからいいんじゃない？はい、流れでね、はい、いこうかなと思います。はい、はい、じゃあ何から、はい、何があるんですか？僕はちなみに何をやるかは聞いてないです。マジで？はい、アイデアです。そんな感じ、ね、はい、だから何でも OK です。いやー、うん、オフィシャルのやつだね。なんだろう、レッチリ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 ね。わかりました。レッチリね。レッチリで、レッチリ、レッチリですね。はい、じゃあ。本当に合わせてないのセッションこんな感じ。本当すいません。こんな感じよ。いいね、いい感じよ。あるあるって言ってくれたから、あ、助かります。なんか温かいですね。アットホームで、ね、I'm sorry, I'm 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 sorry,
You're missing.
楽しいじゃないですか。何このここだけの空気感は。あれあれあれ。私と見せかけて。おくー。はい。入った。あ、入ります。じゃあ一曲だけ。お邪魔しまーす。くださいです。静電気で、これが電気を発電してたから、そうですよね。俺に触ると的な？いやちょっと違う。違う。やけどだもんね。そうね真面目な返しでごめんね。知ってる同級生。はい。Nobody in my dream. Never thought I'd find myself. Never thought I'd find myself.
ク奪ってもいいと思う。これいいね、これ。これいい。じゃあちょっとセットチェンジ、セットチェンジだって。ちょっと待ってくださいね。ちょっとボーカルマイクつないでもらっていい？まあ、こんな感じのセッションなんですけど。どうもー。あ、どうもー。はじめまして。さ、なにこれ、バンド、バンドなん、俺ら何？コミ、コミ名。工藤光一なんで。工藤光一で。なんで、なんかこうシンプルで。あ、どうもー。ねねねねねねね。名前覚えて帰ってきてくださると助かります。なんて言った今、なんて言った、これはどうだよ、ですよね。正解。ありがとうございます。え、何この空気。さあ、じゃあバツナビということで、はい、セッションということでね、すみません、先ほど歌わせてもらったんですけども、本当に合わす機会がなかったので、うん、はい、本当に突貫で、ね。まあ、僕ら一応先月もライブやってて、はい、先月のライブでも歌ったね。そうですね、はい、僕はどちらかというとサブでやったんですよ。サブでやった。メインは工藤さん。そうだね、だってあれさ、はい、あ、知ってます、皆さん、これ Ustream で今全世界に配信されてて、はい、これカメラなんですよ。手振ってあげてくださいよ。これカメラで今世界中の方がご覧になってるはずです。ネタで、ね、今このステージに出てもらえると漏れなく世界中にオンエアされるっていう。やった、やった、世界デビュー、やった、みんな世界進出だよ。あれですね、ネットなんである程度大丈夫な言葉も、ね、あり、広がりますし。そうだよね、はい、ね、ここでなんか番宣、番宣ないな。何も出てないな。そうですね、これからこれからね、ちょっと、はい、ね、そうですね、芸能界目指してね。そうです、ここから、始まるかもしかしたらここかもしれないという。マジで、じゃあこの、はい、今日の録画が宝映像的な。楽しみですよ。大丈夫ですか、今のうちに工藤さんのサインもらってかんでも。マジで。いや、サインとかってどうやって書くんだろうね。そうです、ノリじゃないですかね。ノリじゃないですか。サイン。お、なんかすごい音が、すごい充電音が後ろから。きた、すごい。ベースの弦が青色ですよ。もう弦が青色ですよ。かっこいい。すごい。初めて見た。すごい。いいっすね。すごい、すごいね。いいっすね。ベースの弦が多い。かっこいい。かっこいい。まあ、ちなみにベーシストはこの後、レターハグバンドの方で演奏してもらえるベーシストの方です。京平さん、ギターやるんですよ。京平さん、ギター。で、こちらのギターの方が本日初週、ギターでの初週、初週ギターでの初週。まあ、オレンジのギターを持っているので、わかる方はわかると思います。はい。じゃあ、マイクお返しします。はい、伝えてくれてありがとうございます。ね、実はこの3人高校の同級生で、3年5組、3年6組、3年7組っていう、同じクラスではないんだけど、ね、こういうの初めてですね。そうそうそう、こうやってね、実はね、音楽を一緒にやるのは初めてで、合わせるのってね、15歳、じゃあ18歳からね、12年という時を経て、まさかのね、こんなところで再会をするっていうね。ね、マジでレアな光景を皆さんは。事件です、事件です、本当に事件。カサスカサス、あれあれ、あるよ、あるよ、あるよ、あるらしいよ、あるあるらしいで。あ、本当にそこほんまにいいやないね。すいません、関西の人、関西の人ですよね。すいません、なんかバカにしてる感じで絶対言われるんだけどね、関西の人ですよね。早くやれっていうね。何やんの。
何やってほしいです。そういうのじゃないね。じゃあ4月生まれの人手挙げて。結構いる、結構いる、結構いる、結構いる。いいっすね、いいっすね。4月生まれの全世界各地の方に送ります。いらっしゃいますか、三浦先生。
さあ、バズナギトークの時間ですか、これ。さあ、誰が喋る今度は。誰が、歌うのは、あの、ギターボーカルで行く予定です。で、セッティングの時間が若干あるので、じゃあ、しかし五感が違う覚えてねえよ。時間なく喋らんといけないかな。本当のヤンプ、本当のヤンプ。紹介する？
界のテクトラの曲なんか。もう一曲。リンダリンダ。全然いいね。あ、全然いいよ。全然いいよ。あのどっちにしてもあんまりね。めっちゃしんどいな。
さ。タカちゃん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 。何このくだり。どこで落ちる？そうだね。うん。じゃあ岡田代表いますか。交代ですね。ありがとうございました。岡田代表いますか。じゃあ、あ、そうだ。ベースはセッションのみ参加。あ、じゃない。岡田代表いません。あ、そうか。あ、帰ってきた。さあ、ちょっとメンバーが変わりますね、ここから。じゃあ代表電池切れた交代してだから電池切れてじゃなくてしゅうちゃんの場合ちゃんと直しといてじゃあ受付の小島先生さあドラマーが入ってきますあ、ピックさあこのね変わる時間のもどかしい気持ちねみんなあるよねなんか知らぬ間に俺 MC みたいになってるよ、ね、ちょいちょいあ、出た相方俺ね、こっちがいいなあ、マジでじゃあ俺こっち、うん、こっちがいいどうもどうもどうもね、毎度恒例のどうも、北中です毎節なんですけど北中3年4組です中説だよ中説だねで、実は僕と彼はね、あの中学校の3年の時の同級生で、はい中学校の時一緒にずっとサッカーやってたっていうそうです、サッカーやって僕が初めて、あ、お互い初めて組んだバンドかそうですね初めて音楽をやった時に一緒に組んでましたはい、はい、かれこれ、20年ぐらいの ねすごいねそんなねお互いそんなね年取ったねそんな彼結婚するらしいですおめでとうありがとうございますしかも、まだ結婚するらしいですけど、あの今さっき僕入籍日知ったっていう言ったのちょっとね、動揺するよねちょっと動揺するよね、うん、すいません、なんか言ったと思ってたそんな感じでやるっていうのはいいんじゃないなんかね、うん、そうそれ個人的な話OK ですか？ OK ですか？じゃあ、じゃあ、マイクを開始します。ギターは、先ほどのドラムを叩いてくれた岡田大輔さんがボーカル、鈴木健さんサイドボーカル、私サイドボーカルサイドボーカルって知ってるサイドボーカルって知ってるあ、どんな感じでサイドボーカルって、はい、あの品川庄司の品川が高校の時にコピーバ、はい、ボーイコピーバンドになるんだけど、はい、サイドボーカルって立ち入ったらしてあ、今日他は何やるんですかサイドボーカルサイドステップこうやってコーラスじゃんこれって言われてたじゃあちょっとね暴れますかすごいピンクだねきらびやかなすごいピンクだねじゃあいいですか実は、今日受付やってくれてたドラムの彼なんですけど復帰第一戦8年ぶりぐらいにドラムを叩いそうで、ね、おかえりおかえりおかえり待ってねえしあーどうもどうもどうもめっちゃ緊張してめっちゃ緊張してる緊張してますそんなねあのバラエティー班の彼なんですけど
ドラムはしっかりとねやってくれるので。いきますか。いいですか。ケースやってくれるっていうか、歌おうかな。今から出てもらうバンドでもあるんですけど、皆さん、あの曲やってもらうということなので、セッションならではのこの感じ。何やるんですか、今日。今何やるんですか。今のブラフマンの流れで、もう一曲ブラフマンやってもらおうかなと。
もいい。しますのでお楽しみに。ということでセッションのコーナー終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。なんかこんなん見て俺も歌いたい、私も歌いたいなんていうのがありましたら、こちらまで、こちらまで、こちらまで、あのユーストだったら見てるはず。あ、横山君だったら見てくれるはず。緊張した、ね、横山君こんなドキドキするし、あと編集よろしくねということで終わります。ありがとうございます。次は、あ、レターハズバンドです。